こんにちは、ドクターネックスです。今回ですね、ちょっと迷ってるんですけど、復刻イベントの紹介、ホワイトデー大作戦、これがね9話あるんですよね。経験上ね、もう5話ぐらいで10分超えちゃって、9話だとね本当長くなるんですよね。かといって復刻だし、こいつそんな需要あるかって言ったらあんまないと思うんですよね。まあ、ごたくはいいから始めるか。1話、買い物で出かけようとした織姫とランギクはウリュウに遭遇し、ホワイトデーのお返しをもらう。それをきっかけに、織姫はランギクにイチゴからもらってないのかと問われ、どうしようかな。このパート、どんなに急いでも時間かかるよな。いや、このイベの方は、心の方が普通にドロップしてましたね。でもアクセサリーガチャチケットは僕は欲しいんで、僕はもう説明が一緒。あ、これでもまだ足んねえのか。いや、久しぶりだ。笑わせろ。特に必要ないと思ってても箱を開けてしまうっていう貧乏症ね。いや、これでアイゼンの覚醒をさせていこう。覚醒というか限界突破していく。3話まで文章一緒だよね。以前のノーマルハード、ベリーハードですからね、要はね。ここまでで5分か。
共闘クエストは何ステージになるんですかね。いや、失敗してもたい。全く面識がない感じだよ、これ。面識ないけど、今挟んだから面識があるのか。久しぶりだね。足の強化型のモッドソウルですからね。いやー、月島さん強いわ。アクセガチャ欲しいな。ここは紙芝居がない。前はね、ここ100レベル100でやってたとこですからね。100が10だったらそれで楽だよね。さあ、ここまでで10分。
いや分けてもね面白みがないからもう行こう。スラッシュ上げてガチャ上げて、いや20倍でもこれはないよね。ホワイトデーは総じてアクセサリーのレベル上げに結構かどれましたね。やべえ、何話までやったか忘れた。くそ5話まで終わって6話今やったんかな、7話かな。話しとくかな。久しぶりだ。笑わせる。そう、そう本気でも。まあ過去のお話が見たい場合は過去動画を見ればあるから。どう？笑わせる。考えればいいな。1から始めてで7枚受け取って9話は絶対終わらないはずなんだよ。
せよ。いや、ここでラスト1だったら合ってる。あ、オッケーオッケーオッケー、できてるじゃん。自分が何をやってるか忘れるっていう。いや、久しぶりだね。笑わせるぞ。そう、ドラマパート、まあいわゆる 紙芝居パートでは僕喋んないのは昔から話してるんですけど、脳内再生されてません？声、僕はされてます。アニメのボイスで聞こえてくるところを俺が喋ったらもったいないなと思って、だから喋んないですよね、紙芝居中は。夢落ちまでは覚えてんだけど、9話ってなんだ。そしたら峰愛禅、で札が足りないのでラスト2枚の札をゲットして、あっ曜日が変わった。ラスト9話、いや、ここまで見て思い出した。この月島さん、僕はあの紹介の時はクールタイムガンズミって言ったんですけど、2ちゃんで下置きを受けまして、白夜、ランプ白夜使った方がいいじゃんって言われて、あ、確かにその通りだと思いました。クールタイム短縮と強攻撃ダメージアップっていうとっても相性がいいやつがいるんで、それを積んでます今。Yeah. Nice. Nice.
して思った。はい、ここまでですね、20分超えちゃってそのすいません。いや、まあこの動画2本に分けるのもちょっとなんだかなと思ったんで、そのすいません。また見ました。今回はここまでです。以上、ドクター熱血でした。お疲れ様でした。